日本東北地方秋田県秋田市外、旭川街旭川は、秋田県秋田市の大技。住居表示未実施地区。また、住居表示実施済み地区である外旭川八万田と、外旭川八柳を含めた、広域地域名としても使われる。郵便番号は、大技街、旭川外旭川八万外、 朝日川八柳010-0803。大技や朝日川と各町を合わせた人口は12,763人。本校では、1954年10月1日に、秋田市へ編入された南秋田郡外朝日川村、及び秋田市編入時に、外朝日川として統合され廃止された大技である、神田、笹岡、水口、八柳についても合わせて解説する。 秋田市の北部に位置する。東部から北部にかけて、丘陵地となっており、中央は広大な農地に、南部は新興住宅地になっている。南端付近を JR 東日本大本線が通り、秋田貨物駅が設置されている。北東部を秋田自動車道が通過している。北は、上、新城中、上、新城道側、東は濁川、南は泉。 泉三竹ね、泉釜の町、泉菅野二丁目、一丁目、泉、西は、寺内、寺内高の、将軍や南四丁目、五丁目、将軍や高山、将軍や桂町、将軍や青,青山町、寺内、飯島、将軍や、塚越、飯島、下新城岩城に接する。旧大和神田に六、旧大和笹岡に十。 旧大技皆口に5、旧大技八柳に19、計4 0の小技が設置されていたが、事故山は住居表示実施に伴う区画整理で、全域型地区へ編入され消滅した。秋田市街旭川で、現在も稼働中の油性農業地帯であり、区画整理された水田が広範囲に広がっている。かつては、八橋油田の一部である油性があり、農地の中に、 矢倉が多数立つ光景が見られた。現在では、ほとんどが廃止され面影もないが、数機の石油掘施策ユニットが設置、稼働し、当地域の景観の特徴となっている。南西部のアザマジャイ、アザ400狩りに、秋田市公設地方卸売市場及び、秋田市中央卸売市場で構成される、秋田市卸売市場があり、秋田市で流通する畜産を除く、 生鮮食料品等の取引を一手に担っている。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。外旭川は1889年の町村生、思考時に神奈村、笹岡村、水口村、八柳村の4村をもって発足した外旭川村に由来する地区である。名称は旭川の上。 中流域に設置された上朝日川村、下流域に設置された下朝日川村に対し外側に位置することから名付けられた。外朝日川村において九四村は大技として継承されたが、1954年の秋田市編入時に大技が朝日川として統合された。その後、秋田市街中心部や土崎港地区などの都市部や、 幹線道路に面した部分で宅地化が進行するに伴い一部が、外旭川八万殿、外旭川八柳、あるいは将軍や地区などの新たな町廷へ分割されている。外旭川の元となった、神田、笹岡、水口、八柳は、いずれも江戸時代を通じて、久保田藩領の農村であった。神田村は、多田江殿とも書かれ、 中世以前に小潮神社の神田として開発された。笹岡村は創生津川の水源の一つである笹岡方があり、太古には飯島方面から海が湾入していたという言い伝えがある。日吉八幡神社が最初に鎮座した地とも言われ、また文化期の菅江雅美による遺跡描写から館と建林もあったとされる。秋武文元町内市に、 笹国村251国余りとあるのが、初見資料である。水口村は、水の口とも呼ばれ、穴関で、旭川の水を引いたよう港口にあたり、中世から開発が行われていた。ただし、京方群有機によると、元禄三年に、寺内村のうち668国余りが、とばり分けされ、川尻村枝里のうち49国余りを移管した、枝京山崎と合わせて、 応営2年に国印を受け成立したとなっている。八柳村は古代の一の壺上理性地帯として開発された。豊臣秀より主因倉入町内市に八柳村348国とあるのが初見資料で、秋田風土記によると、秋田三江勢の家臣である八柳氏の古城があったという。一家は全て住居表示実施に伴う変更。 JR 東日本を覆う本線が、地区南部を横断しており、地味な口、あざ、やわたであざざ家、あざ電中と、泉菅野その一丁目、寺内やざ三千狩りにまたがって、秋田貨物駅が設置されている。最寄りの旅客駅は、中通り七丁目の秋田駅、または、土崎港中央六丁目の土崎駅。なお、秋田貨物駅と、 泉菅み蘇の二丁目にある旧秋田機関区との間に、新駅、泉ず旭川駅が建設されており、2021年3月に開業する予定である。なお、構想段階においては、これを推進している秋田市長保住市が、外、旭川線駅と称していたほか、泉・外旭川新駅、うご泉駅の歌唱があった。1966年までは、秋田市電が、 八柳の南西部をかすめるように通っており、現在の将軍や南四丁目にあたる創世津川岸に八柳駅が設置されていた、外旭川村に関するカテゴリ。ありがとうございます。